はい、どうも、日崎です。本日のゲストは D のギタリスト、ルイザくんです。どうぞ。イェイ。はい。ルイザです。よろしくお願いします。はい、アドリブギターをね、先ほど撮りましたけど、はい。ありがとうございました。はい、いかがですか？いやー、もうね、なんていうかね、楽しかったね。楽しかったね。なんかこの、結構、まあ近いところでずっと一緒にはやってたんですけど、で、なんならタイプも似てるギタリストで、でもなんかあんまり一緒にやる、一緒にステージに立つ機会ってあんまりなかったんで、あ、やっぱ今日やってみていいギター弾くなーって。ほんますか？あ、そのフレーズ僕もやるみたいな。ああ、多分あれやね、あの、吸収してるものも近かったですよね。一緒やと思う、ほぼ。ああ、わかるわ。はい。まあそんなルイザ君にね、まあいろいろちょっと質問していこうかなと思うんですけど、はい。初めてギター触ったんでいつですか？中学のね、2年ぐらいかな。ああ、はい。なんかね、学校で中学校の時に先生同士がバンド組んでたのよ。ああ、はいはい。で、アコギがね、そのギターやってる先生のアコギが教室にあって、でそれをこうボローンってこう遊びで触るみたいな。多分ね、それが最初じゃないかな。はいはい。うん。音楽にこの目覚めたきっかけとかはね、あの X ですね。ああ、はいはい。もう、まあ、みんなそうよね。みんなそうですよ。うん。で、多分ね、最初小6とかそんなんで、あのめっちゃすげえと思って、何がすごいかわかんないけど、とにかくすごいなと思って。で、でもね、その時はすぐにこうね、あの目覚めなくて、ずっと気になってて、なんだこれみたいな、そわそわそわするから。わかる、わかる。じゃあ一番最初にコピーした曲って何なんですか？ X ですね。おー、いきなり。X しかやってないっていうか、すげー。タブ譜を買ってきて、もうわかんないけど、とにかくやる、覚えるみたいな、そんな感じで。ギタリストとして影響を受けた人とか好きなアルバムとかって、ね、影響を受けたのは、キコルーレロですね。ああ、一緒やん。一緒か。一緒やん。そうそうそう。今のところ流れ一緒やん。そう、これもだから多分一緒やけど、X がすごい好きやから、それっぽいのをやっぱ探すの。で、アングラにハマって、アングラと出会って、キャリーオンを聴いて、うわーと思って、これやりたいみたいな感じで、あとはね、ドリームシアターですかね。一緒やねん。もうその2つが、ツートップで。完全に一緒やねんけど。今も君臨してますね。うん。どんくらい今って、ギターって弾く？弾く。いや、まあそら弾くんだけど。あ、練習とかそういうこと？練習。練習って僕もほとんどしないんですけど、まあ、なんだかんだライブの練習とか、作曲してレコーディングとかの練習はすごいあるけど。最初、その、これを吸収しようとか、このフレーズをコピーしようとか、そういうことでしょ？うん。俺ね、結構やる。あ、やるんや。なんか、それちょっと趣味で、コピーするの、なんか、教則本好きで、おー、だからね、結構いろんな人の教則本買って、すごい。でやってます、ね。考えられへんもん、俺。なんかね、聞くのもすごい好き。一回もやったことないから。あ、ほんま。高校の時でも全然嫌いだよ。そうなんや。俺なんか未だに好きやねん、それ。作る方がなんか好きなんかも。まあ、そうやね。まあまあ、我々はそれでね。活動してますから。あ、それで手いっぱいっていう感じか。使ってる機材とかは今。機材は、今はアンプが型のアンプの100ワットの。あれ、めちゃくちゃパワーない。めっちゃある。めっちゃある。びっくりするよ。50ワットでも全然広いとこでできちゃうぐらい。で、あとは GT1000 ですね。ああ、はいはい。はい、それだけですね。しかも、型のアンプいいよね。なんかね、今、ボス、どっちもボスだから相性も良くて、ノイズも全然ないし、広いとこでも余裕でしたね。めちゃくちゃいいです。あとね、ラインがいいですよ、型のアンプ。ああ、はいはい。全然もうあのアンプとミックスでも余裕でそのまんまできちゃうし、かなりおすすめですね。まあ結構、まあお互いのバンドね、そのボーカルのすごい中心にあるっていうようなバンドなんで、で、シンセも結構入ってたりとかして、ね、まあこのギターの音作りっつうか、まあやっぱりその周波数でいろいろ考えていかなあかん部分はあると思うんですけど、なんか意識してることってあります？譲るようにしてます。ああ、はいはい。あとね、ローは結構もうバッサリカットしちゃう。あ、そうなんや。へえ。
絶対キックとベースに被っちゃって、うん、なんか邪魔しちゃうなと思ってて、うん、まあその曲調にもよるけどね、うん、なんか、うん、またそれライブっつうかエンジニアでもまた差があるっつうか、うん、なんかちょっと前まで、うん、例えばギターで言うと 80Hz 以下はバッサリ切るっていうのが主流やったものが、うん、切るなんて考えられないって人もなんか出てきてるし、どっちが正解なんやろうな。そうやね、うんうん、なんかね自分で最近こうソロのミックスをするようになって、うん、それは結構こう聞き比べてると、うん、やっぱカットした方が俺はその仕上がりが好きだった、はいはい、まあまあ聞きやすいよね、うんうん、正解かわかんないけど、うん、自分の個人の好みではない方が良、はいはい、うん、かったかな。まあでも、うん、ボーカルとねシンセ、うんうん、まあ、全ての音を聞かすっていうところはやっぱギタリストが一番意識していかなかった、うん、そうやね、ところちゃうかなとは思うんですけどね、うんうん、もうだから2キロあたりのね、その調整が難しいかな、うんうんうん、やっぱ抜けちゃうから上げると、うん、ね、そうすると歌にね丸かぶりになってたりとかね、うん、それはでもやっぱ結構意識しますね、うんうん、まあ、かといってね気持ちいい音作りっていう、うん、そこのバランスが難しいっちゃ難しいです、うんうんうん、いやすっごいわかる、うん、しかもねお互いツインギターだから余計にね、あ、はいはい、うん、まあ最近で言うとねやっぱギターソロが、うんうんうん、なくなってきたりとか、まあ、最近どころの話じゃないけど、うん、まあ、まあまあまあね、まあね、うん、それについてね、まあ、お互いのバンドギターソロ結構長いバンドなんで、うん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 、まあ貫いてはいるじゃないですか。そうですね、もう、うん、別曲に行く感覚というか、うんうん、ボーカルのサビはもちろん盛り上がるんですけど、うんうん、ギターソロがあることによって、うん、なんかその一つ世界が広がるみたいな、うん、ああ、ありますよ。結構やっぱそのギターソロがいらないって議論されてるところって、うんうんうん、もうサビの延長線上になんか、うんうんうん、ただ乗ってますみたいな、はいはいはい、休憩のギターソロが多いじゃないですか、うんうんうん、それは僕もそんな聞きたくもないし、うんうんうん、そんなものなくしてしまえば思うけど、うんうん、やっぱその曲をね別の世界に連れてってくれるみたいな、ありますね、うん、ギターソロはやっぱ、うん、あって気持ちいいし、うん、まあそういう音楽聴いてね僕ら育ってきたから、うん、なんか、うん、ソロがある方が単純に展開も楽しいし、うん、その見える景色広がりますよね、その先の情報というか、うん、それがあるからこそその例えば色がついたりだとか、うん、あの森にいたのにその森の奥が見えたりだとか、はいはい、うん、空が見えたりだとか、うん、そういう効果はもう抜群にあると思うんで、うん、いやだからやっぱり自分の表現方法としてなくさないですよね、うん、そうですね、うん、まあなんかそういうね今作曲とかバンドやってる人も見てくれてるとは思うんで、うん、まあなんかやっぱそういうのを意識して、うん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 、やってほしいなって思いますね、 そうですね、うん、あとまあこのギターインストの良さ、うん、まああんまり特にビジュアル系でやってる人ってまああんまりいない、全然いないですけど、うん、まあなんかやっぱり面白いとは思うし、うん、まあお互いなんかボーカルの代わりにソロを弾いてるっていうような、ね、うん、ニュアンスの曲も出してるんで、うん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 、なんかそれもね挑戦してくれる人が増えてくると嬉しいなと思いますね。嬉しいですね、うんうん、なんかやっぱそういうライブとかもしたいですよね。あ、そうですね、うん、一緒にやりたいですし、なんかあのまあなんならね、うん、ギター2人でステージも出れるから、うん、そうなんですよね、なんか、うん、ツーマンとかいいですね、2人ツアーとか、ね、うん、ね、なんかそういうのもありかなとは思うし、うん、そうなんですよ、はい、それあの大所帯にならないんで、うん、パッと ね、 そうね、タイミングさえ合えばできるんで、うん、ぜひぜひ、はい、やりたいですね。じゃあ来年やります。やりたいな、はい、お互いのスケジュールがね本当合えば、こっちは全然、ね、いつでも空いてますよ。会いないやりましょう、はい、じゃあ、うん、まあじゃあ、ルイザクのちょっと、はい、まあ、D っていうバンドとソロの方やってますか、うん、はい、なんか宣伝とか、ね、10月7日に、ソロの新しいミニアルバムが出ます。コロナ禍になって自分がこう自分と向き合う時間結構やっぱりあったんで、うん、何したいんだろうとか何聞きたいんだろうとか何弾きたいんだろうとか、もうそういうのをね あまり意識せずに作った
曲っていうか、うん、素直に出てくるものをこう結構作ってたんですよ、うん、でだんだんこうね動くようになってきて、でじゃあいざこう音源を出そうとかライブをしようとか、なんかこう本当に一歩踏み出した時に、うん、こういうのやりたいなっていうのがやっぱ見えてきて、うんうん、でそれを今の自分っていうのをすっごい詰め込んだ作品ですね、はい、うん、ぜひチェックして見てください、はい、よろしくお願いします、はいはい、バンドの方はですね、11月30日に、キネマクラブで、もう一人の相方のギターの秀蔵くんのバースデーライブが、はいはい、ございます、はい、またね、ツーマンとか、そうですね、はい、まあ、YouTube でもね、うん、またよろしくお願いしますっていう感じで、こちらこそでございます、はい、イザキとルイさんによるギター対決動画、こういうこともね、また今後続けていきたいなと思うんで、うん、はい、楽しみにしておいてください。はい、それではまた会いましょう。バイバイ。バイバイ。